はい、こんにちは、こんばんは、楓さんちへようこそ。このね、動画を収録しているのは、11月の21日なんだけど、昨日あたりかな、まあ、それ前後に、AKB の、今の総監督の子かな、お名前忘れちゃいましたけど、その子が、恋愛禁止はどうのこうのっていうお話をしてたんだよね。で、今日になって、21日になって、また、その記事が更新されていて、なんか、誤解を受けるような言葉になってましたけど、いや、それはそうじゃなくて、みたいな感じで書いてあって、どっちが正しいのかはよくわかんないんだけど、グループ系の恋愛禁止、どうなんだろうね。なんか、昭和の部活動の中の、なんかルールみたいな感じで、まだそれが適用されているのかって思っちゃったりするんだけど、まあそうは言っても、ね、恋愛してる人もいるだろうし、まあそれによってね、内緒で恋愛してて、まあ、文春砲じゃないけど、そういうので、すっぱ抜かれてしまうことも多々あっただろうしね、今までも。それで辞めてしまったとか、脱退するとかっていうことはあったりとかしててね。まあまあ、今まで結婚した人たちも、まあ、それで辞めたのかって言われたら、まあ、全員が全員そうではないと思うんだけど、ただ、まあ、どうなんだろうね。まあ、あっちゃんなんかも、どうなの？ どうなのって。なんか頑固なイメージがすごくあるんだけど、あっちゃん。高橋みなみさんは、なんかやっぱり、縦社会っていうか、そういうのが、硬派なイメージがすごくある。あの人も結婚してたっけ？すっごい忘れてるけど。どうなんだろうね。やめてもいいんじゃないかなと思うんだけど、まあそれはそれでファンの方はね、どう思うかだよね。こんだけ自分が、その AKB だって他の、ね、チームの、人たちのために CD 買ってたりとか応援してるのに、どうして結婚するのとか、恋愛してんのとかって思っちゃうのかな。どうなんだろう。解禁してもいいんじゃないかなと思うんだけど、っていうか誰がそれ言ったんだろう。秋元さんかな。秋元さんはもう言ってはいないけど、なんかそういう風な雰囲気になっちゃったって言いそうだしね。まあ誰かが言ったんでしょう。誰かのせいにして。秋元さんがそう言ってたって言ってたよ、みたいな。そんなことを言ってそうだし。まあ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 。そういう感じかな。まあ、禁止しなくてもいいかなと思います。まあ、これはね、私の意見なんですけど。はい。以上です。それでは皆さん、さよなら。